平野紫仕様、インスタ400万人突破。彼のフォロワーとの特別な瞬間。こんにちは、皆さん。平野紫仕様のファンの皆さん、おめでとうございます。ついに、平野の仕様がインスタグラムのフォロワー400万人を突破しました。この素晴らしい記念日に、彼が自身の取説を公開し、ファンたちを喜ばせました。 トベ所属の平野紫耀は、ジャニーズ事務所を脱退し、新たなステージに進みました。そして、7月7日には、滝沢秀明氏が設立したトベへの合流を発表し、同時に個人のインスタグラムアカウントを開設しました。その瞬間から、ファンたちの熱狂が始まりました。アクセスが集中し、一時はフォローできないほどの人気ぶりでした。 しかし、それでも彼の魅力は止まることなく、1日でフォロワー200万人、4日で300万人、そしてわずか2ヶ月で400万人に到達しました。そして、まだその数は増え続けており、10日の午後8時時点では402.5万人という数字が表示されています。平野陽自身も、この記念すべき瞬間に、喜びをストーリーズで表現しました。 彼はいつの間にか400番人わー。わいわいわーいわい。とファンたちと共に喜びを分かち合いました。そして特別なお礼の言葉を添えながら、枕は低めが好きです。とファンに対して個性的なコメントを残しました。ファンたちはこの投稿に対して様々な感情を表現し、彼の優しさとファンへの愛情に感動しました。 SNS 上では、し君のトリセツかわいい、もっと欲しいので、フォロワーさん増えろし、昔しし喜び方いちいちかわいいなぁなんなの、もう素敵な、お祝いができるだけで幸せなのにお礼も、届けてくれるなんてファン思いの優しい人といった声が広がりました。平野様のファンコミュニティは、彼の温かさと共に成長し続けています。結論。 平野の仕様のインスタグラムのフォロワー400万人突破はファンとの絆をさらに深める特別な瞬間でした。彼のファンは彼のトリセツを知ることで彼の日常生活に一歩近づくことができました。これからも平野の仕様の魅力的なストーリーと投稿に注目し彼の成長と成功を一緒に祝福し続けましょう。読者への挨拶。 最後に、ヒラの仕様のファンの皆さん、この素晴らしい瞬間を一緒に分かち合えて嬉しいですね。彼の魅力は止まることなく、これからも彼の新たな冒険や取説を楽しみにしていることでしょう。彼のファンコミュニティは、ますます大きくなることでしょう。おめでとう、ヒラの仕様。